ょうど光が差し込んで、ふと何かに気づいて空を見上げる。あ、ここから。会場に来てくれて本当にありがとうございます。もうね、ここにいる人たちあれなんですね、バカなんですね。生放送見てるバカもいるからね。バカたち見てる。はい、というわけでですね、はいはい、はい、
あのテサブメンバーをね、ここで自己紹介をしたいなと思っております、うん、はい。しかし、ところで一人足りないと思いませんか？誰でござるか。いないでござるな。一人足りないでござる。足りないでござる。誰でござるか。みんなでね、お名前を呼んでいきたいと思います。好きな名前呼べばいい。好きな名前なんですか？そう、いっぱい種類があるから、うん、あのみんなが一番気に入っているキャラクターの名前で。だって今日満席でなんか 2,3 人増えたって。あ、そう、ね、聞きましたね。そうですね。あとさっきのなんか間違えてたよね。ロボとババアと、なんだっけ。あとなんか外国人みたいないた。あ、いたなんちゃらーぬ、なんちゃらーぬです。モブリーヌみたいな。モブリーヌ、モブリーヌ。モブリーヌ、モブリーヌ。小学生がいるわ。楽しくなっちゃって。というわけで、みんな一緒に、はい、大きな声で呼んでください。はい、いくよ。せーの、モブサイボーン。ドロン。きたー、モブサイボーンでござる。斬新な自己紹介だね。モブ子たちのやっぱりモブザエモンが多いんだな。みんな呼んでくれるのが人気人気。はい、ではでは、こう揃ったところで自己紹介したいと思います。はい、はい、鈴木ゆあ役をやらせていただいております、西明日香です。よろしくお願いします。あっちゃん、あっちゃんって聞こえる。嬉しそうである。嬉しそうである。今日はそんなあっちゃん、あっちゃん言ってくれる人たちのために頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、佐藤ひな役の明坂さとみです。あ、青い、青い、目に優しい。ありがとうございます。目に優しい。わけではない。大丈夫かしら。夜はちょっとね、抑えめにね、なるべくニコ生が。抑えるのやだ。だって待って待って、だって、うん、ニコ生だってさ、2000円払わないと見れないらしいじゃん。チャリンチャリン。あれ、それ取ってんの？そう、金取ってる。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、あのお金の分だけ働きますので、皆さんよろしくお願いします。すげえな、ネジの音がした。すごいね。はい、高橋葵役の荻野かりんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、皆さん、皆さん愉快ですね。愉快、愉快。あの、私もとっても愉快なんで、うん、今日もね、素敵なナイトを過ごしたらいいと思います。はい、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。何ですか、その気まずい空気は。え、違う、違いますよ。何でもないですよ。はい、田中小春役の大橋彩香です。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう時間はね、ないとないということで、皆さんまだまだ目は冴えてますか？イエーイ。よかったです。あの人裏で寝てたよね。そう、寝てた。寝てた。夕方なのにね。夕方なのに。目が冴えてますか。昼の部のことはね、もう水に流していただいて。あの、夜の部はもうリセットしてね、切り替えて、なるべく、うん、はい、ダメなことは言わないで、はい、若干つまずきましたね、もう。そう、もう若干もうガタガタなんですけど、ね、頑張って飛ばしていきたいと思いますんで、あんたちゃんよろしくお願いします。イエイ。上田玲奈でーす。えー、ありがとう、ありがとう。ねー、こんなね、こんなたくさんいるんだね。そう、ニコ生もね、2000円払ってね、わざわざね。そう、金払ってまで見るんだってね。
毒されないでくださいね、皆さん。唯一の天使だから。いやー、癒されますね。天使やで。あ、でも最近、西さんとかにもウイシャマって呼んでもらったりとかして、そう、こうだんだんなんかこうほぐれてきた感じがあるから、ほぐれちょっとなんか私もこう一山越えたいなみたいなのがあって、あ待って待って、でも、うん、なんかウイシャマ最近、うん、なんかいろんなところでポンコツポンコツって言ってるらしくて、そうなんそうなの、そうポンコツなの、そうなの、なんかね、もう清楚でこうかもう完璧みたいな感じの子だけど、うん、実はそういうところもあるから、あかわいい、みんなどんどんそこをついていこう、だからヘゴ臭がするんだ、同じで、なるほど、いや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 、そっかそっか、つついていきましょう、つついていきましょう、そうですね、コンシャマコンシャマ、真面目に頑張ります、はい、ありがとう、お願いします、はい、なんかね、大勢の前でスタンドアップ最初に歌わせてもらったんですけれども、はいはい、うん、な昼の部もまあ歌ったんだけれども、歌いましたね、歌いましたね、どうですかこの大勢の前で歌うスタンドアップ、あれみんな私が悪かった、一番反応してくれないヒーナの顔を見て言っちゃったから、歌っちゃいました、そうそうそう、いやね、こんなたくさんの人たちの前で、はい、みんなと一緒に声を合わせて、うん、みんなもきっとやってくれたよね、カメラがしたからって、うん、ね、あとほんとなんかパンパパンヒューがさ、前より地鳴りっぽくなったよね、あ地鳴り、そうだ、ぴょんぴょんしてる、そうそう、ぴょんぴょんしてた、ぴょんぴょん、そう、心がね、そうそう、あー、それ違うよ、それ別の場所だよ、あー、言わないぞ、もう言わないぞもう言ってやったぞそうだね、もうね、夜の部は突っ走っていきたいと思います、突っ走っていきましょう変わらずね、昼の部と、はい、はい、ということでですね、はいはい、皆さんに、先ほどスタンドアップ聞いていただいたんですけれども、ここからは、私たちのソロ曲を聞いていただきたいなと思っております、はい、今回ですね、勢ぞろいということでモブコちゃんも歌ってくれますので、イエーイ、頑張るよ、お楽しみに、はい、はい、はい、じゃあ残留、はい、残留、そっかそっか、頑張って、売れた子みたいな、ありがとうございました、はい、はい、あおいちゃん、なんかね、そうさっきもね、なんかこの二人で歩いた時に何喋ったらいいかなっていう話をしてたらこの顔してたの、怖いよ、かわいい、怖い。普段も本当にこんな感じでいいのか悪いのかって話なんですけどね、それがね、すごい元気で自由で、でもなんか私すごいね、尊敬する部分もすごいたくさんあって、あれ、ね、すっごいしっかりしてるんですよ、いや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 、そんなことないです、すごいやめてくださいよちょっと、いや本当に私よりもね、なんかこうピシャーンとしてね、堂々とね立ち振る舞いそうやってるから、そう、私も頑張んなきゃなって常々ね思ってるんだよ、ありがとうございます、そう、そんな、はい、かりんちゃんのね、あ、そう、Call Me Daisy、はい、という曲をですね、はい、皆さんにまず初めに聴いていただきたいと思います、はい、とっても盛り上がる曲なので皆さんどんどん飛び跳ねちゃってくださいね、盛り上がっていきましょう、はい、じゃあ、かりんちゃんお願いします、 Call Me Daisy、見えないとこで努力なんてもどかしい、強言葉それ顔型の強み、座右の銘は当たってさらに砕けない、でも成績はいつでも家の超くらいパン、宿題サボり毎回遅刻、そんなんでも成り立っちゃうなんて新しい、いくぜLady, lady, 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 lady,
鎧をまとったって運心はトライに演じててもリア友が命頑張っているみんなが主役優位なんてつけない一台を取ってますレイジ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 ーレイジーゴミレイジーうえぇーギター。はい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 、食べ食べ私なんかないかなってネタ探してたんです。でね、ネタ探ししててたらね、そしたら岩先輩がね、楽屋の部屋ガチャって開けてきて言った一言が、あー、おしっこしたらやる気出てきたってお下品、おい、お下品であるなんですけれどもね、まあね、元から下品だからいっか。おいあれ、天の声が聞こえる。おいおいおいなんですけれども、そんな岩先輩呼んでみましょうか。一緒に、一緒にお願いします。せーの、岩先輩。おいー、やばい、これやばい、これ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 、おしっこおしっこおしっこおい、ショーでよかった。えなんでもないっす、なんでもないっす。ジョジョジョの方ですか。ジョジョジョの方です。よかったです、ジョジョジョの方で。汚いわ。そうそうそう、なんかね、ちょっと変だなって思ってたの。なんか、はい、夜の場始まる前に、うん、なんかすっきりしないなって思ってたんだけど、うん、なんかトイレ行き終わったらすごいなんかやる気出てきたから、こういうことだったんだみたいな。よかったです、無事。ありがとう。食べちゃいました。失礼しました、まあ、そんな、はい、そんなってどんなだよって感じなんですけど本当だよ。そんな岩先輩のキャラクターソング、ひらめちゃっちゃです。どうぞ。皆さん一緒にチャッチャーしてください。お願いします。命短しやばい、恋せよ乙女、そんな風に私たちを
しさも見せちゃうツンデレな私です。自由も味方によればわがままだけど、よく言っちゃえば天真爛漫。夏にはみんなべ、冬に肝試し、別にルールを破りたいわけじゃないけど、教科書の鬼の道を歩くより、先の見えない迷路の方が面白そうじゃない。ひらめいたひらめいたひらめいた、ほらみんなでキャッ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 、つまずいた落ち込んだ腹減った、でも食べたらすぐ復活。ひらめいたひらめいたひらめいた、ほらみんなでキャッ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 、噛みついた血を結果のこのり、こんな繰り返しライフ、なんか嬉しくしたい、悪くないでしょ、だからみんなでキャッキャー。よーし、ヒーラー、アオイ、コハル、そしてみんな、根拠はないけど私についてこい、カモン。の通り、コハルンでございます。はい、コハルンは可愛いですね。もう本当に可愛い、もう全部可愛い。今日もあのコハルン節全開で、すごいなんかあのお昼寝したりとか、あとあの起きていつの間にかニコニコ物を食べてたりとか、本当にあの自由な子なんですけれども、そんなコハルン、みんなで呼んでみますかね。お、うん、夜の部だから綺麗なコハルンが見れると思います。じゃあみんなで呼びますよ、せーの、コハルン。はーい、はい、どうもどうも。なんかね、あんまり褒められたことなかったからびっくりしました。え、私めっちゃ好きだよ。本当ですか？本当に好き。好きだって。好きだって。ホリプロさんに申し訳ないなって思うぐらい、いじったりとかしてるんだけど。いやいやいや、もうね、うん、いじられないと不安になっちゃうんで。あ、そうなんだ。そうなんで。あ、よかった。じゃあちょっとどんどんいじってこ、こんな。はい。そういうスタイルで。ありがとう。いつもありがとう。こちらこそありがとうございます。
公認モノマネ師だから。あ、そうですね。そう、あの、いろんなところでモノマネしてくださってありがたいです。いや、恐縮です。はい、私ももっと、あの、ゆあ先輩のマネができるように頑張りたいと思います。ほんと言っちゃったね。言っちゃった。あらまあ、あらまあ。そんな、かわいいかわいい後輩小春の、曲、あの、小春らしいとっても爽やかな曲でございます。それでは皆様聴いてください。小春日和。キラキラ輝いてる夢の影
でした。一応毎回お腹は鳴っていたんですけど、もう一回鳴るのはちょっと初めてで、すごいびっくりしました。すいません。ありがとうございました。はい。ということで、次の曲に行きたいと思うんですけれども、次は、誰だろうな。あ、皆さん結構もうこの音でもうだいぶ分かっている感じですね。次は、ひーな先輩なんですけれども、ひーな先輩はですね、いつもはなんか嫌よってね、テサブの部員の中で一番嫌よ嫌よと言ってらっしゃる方なんですけれども、でも多分一番テサブのことがすごい大好きで、なんて言うんですかね、あれですよ、天の弱なんですかね、いやよいやよも好きのうちなんですよね。素直になれないんですね。そこがね、とっても可愛らしいですよね。はい、そんなひーな先輩をお呼びしたいと思うので、皆さんで一緒に呼びたいと思います。準備はいいですか？いきますよ、せーの、ひーな。無視ときました。出ないわよ。出てるじゃないですか、ひーな先輩。ヘゴヘゴしてるね、最近いろんな現場で会うね。そうですね、最近本当にいろんなところでお会いしますね、いつも下に入ってくるんだよね。いやいやね、またね、違った感じでね、すごかったです。あー、いやどうですか、準備はできてますか？大丈夫だよ。さっきね、ちょっとね、一瞬ヘゴがログインしましたっていうのがいっぱい出てたよ。違うの、あれはね、本当にね、もうやっちまったなって思ってね、顔に出さなきゃいいのに、すぐ顔に出ちゃうんですよね。やっちまったみたいなね、済ました顔できるように頑張ります。はい、じゃあそんなね、ひーな先輩の素敵な素敵なね、あれね、曲名忘れたの？違う、まさか。どっち言おうか迷っちゃって。どっち？ね、昼の部の方で言おうか迷ったんですけど、綺麗な方で行きましょうか。じゃあ、ひーな先輩の曲を聴いてください。風船カズラ。
しました大丈夫はい、まあ続いての曲ですがね、あと残ってるのって言ったら一人だけ M さんだけなんですけれどもそうやな、まあモブ子、モブミ、モブエ、モブヨ、なんかモブザイモンとかいっぱいいますけど、モブ子というか、上様は一番私に近いというかね、私の気持ちが一番分かってくれる。だってあれ聞いた話によるとね、あのオーディションで絵描いたらうまい、じゃあこれって言って決まって、その後18役やらされるという拷問みたいなことを受けていて、そんな中でも一生懸命ね、いろんな役考えたりとか、まあキャラ設定考えたりとかして、いっぱいいろんな役やらされて、せっかく上様20歳になったんで、ちょっと飲みにも行きたいんですけれどもね。じゃあそんなモブ子を呼んでみましょうかね、みんなで。とりあえずモブ子で揃えましょうか。ニコ生の皆さんもいいですかね。いきましょう、せーの、モブ子使っちゃいけないんだ。いや、あ、上品でした。あ、上品。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。上品でした。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。なんかだんだん強くなってるよね、上様のキャラクターが。いや、でも私も、うん、こうひーな先輩が、うん、こう品があるって言われてるのを見て、うん、ちゃんと私も傷ついてるんです。え、違う違う。どういうことだ、どういうこと。違う。ポンコツかポンコツか。違うの。私もさりげなく、うん、あー品がって思って傷ついてるから、ひーな先輩の気持ちをすごく分かった上で言ってるんです、品があるって。もうなんかこれ以上だとね、私がどんどん傷ついていくから、ちょっとモブ子の曲いこうかはいはい、じゃあそんなモブ
な上履きはモブミが履いてます。モブやなカーディガンをモブ描いてます。モブ花スカートをモブのが履いてます。誰にも気づかれない、だって同じ顔だから。初披露でした。
すごい楽しすぎる。何私たちが楽しすぎる。天使だこれは。というわけでですね、はい、全員のソロ曲を聴いていただきましたが、はい、ここで、私たちのソロ曲後ろでバンバンと鳴り響いていた、うん、このバンドの方たちの紹介をしたいと思います。ゆうさん、まずカレーは飲み物、ドラム勝彦。ベースのゆっこ。モヒカン。モヒカンだったんですか。モヒカン。あ、すげえ。その頃の写真見てみたい。見たい。見たい。誰なんだ。誰なの。ここに飛んでやってほしい。やってほしい確かに。はい。そして元プロレスラーギターのトシキック。パン履いてもメイクは落とさない。声のはすごいけど、声の無駄遣い。遣いだね。声の無駄遣い。いいパンツを履いてほしい。そしていいパンツ履いてほしいって言った今。確かにね。このギャラで。そうね。はい。そしてニンニクをこよなく愛す。ギターのジロキャラギター、キャラギター。笑いだ。その超絶技巧もニンニク食べたからできるのかな。あー、そういうことだね。あー、元気になった。そして、一部の分かる人には分かる、うん、元3000人食、間違えた。印象深かったシーンとか、昼の部ではみんなサボって言わなかったよね。なんかサボってるとかそういうわけじゃないです。なんか見当たる、お客さん行けばいいんじゃない。あ、お客さん行けばいいんだ。そうだ、クタパン、クタパンって言った。クタパンか、なんかドンチキ、ドンチキ、リプレス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 。もっともっと綺麗な思い出ないの。確かに思い出。
こんな感じで思い出トークいいかな。もういい。よろしいでしょう。よろしいです。皆さんやっぱあれですね。次に繋げましたね。そうなんです。偉いでしょ。偉いでしょ。偉いです。はい、あ、そうか。はい。続いてはあの繋げる方に気づいてらっしゃらなかった。ごめん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 。繋げる方に気づいてらっしゃらなかったね。すぐ台本見失っちゃうから。台本言うな。台本言うな。台本言うな。今回天狗があるから安心だよ。そうそうそう出てる出てる。そうそうはい、はい、読んでください読んでください。はい、はい、続いては出そくれ部活ものアンコールで私と声が似ている軽音部たちのピンチヒッターとしてお披露目してくれた曲を歌っていただきたいと思います。ガンミガンミすげえ。ごめんごめん。はい、手探り部のテーマソング手探り部部か、そしてアンコールのメインエンディングテーマ、それぞれの12ヶ月2曲続けてお聴きください。どうぞ。チヤホヤするよ。そうだよ、遠慮はいらないよ。ひらめいた方から行ってみよう。何打ってよ、手じゃないですけど、後ろから抱きしめられて不服な展開になったなら青春ですよね。それってちょっと言い過ぎません？そこからいいだろ。そうですよ。 Go in my way。 いいじゃん。自分がいらしてもいいじゃん。歌ってたっていいじゃん。お花は投げてもいいじゃん。一緒にしか咲くの、それがこの部唯一のルール。ねえ、キャッキャッキャッキャ。いいじゃん。どう崩したっていいじゃん。どうやって立っていいじゃん。突っ込めなくてもいいじゃん。えらややややややや。作れるものがあるはず。手探りない。手探ります。手探るとき手探る。手探りの手探りによる手探りのための手探りだ。一番でも言ったけれども、既存の部活をお手本にして。チャラい地味お嬢っぽい得体が知れない金ちゃんも思いついた方からどうぞ。ほら誰か手挙げなさい。収録が長引いちゃうと自分たちでも気づかないうちにお下品で放送できない話題になってく。楽しいんだからそれもあり。でもやっぱりいいのは本気よ。下ネタ好きでもいいじゃん。聞いとけよよくいいじゃん。流ればこれもいいじゃん。大ぬかがなってもいいじゃん。個性の掛け合わせが予想外の奇跡を生み出す。子供もパパいいじゃん。君の子が好きでもいいじゃん。輸入だっていいじゃん。宗家だっていいじゃん。ありきたりじゃないもの、みんなで手探ってこう。水平リーベー、あ、僕の船。
最後はね、綺麗な部員たちをご覧いただきました。歌のコーナーいかがでしたか？ありがとうございます。あの昼の部で僕あのうっかり自己紹介するの忘れちゃいまして、すいませんでした。昼の部の方ご覧になったら、手探り部活動の監督の石立と言います。よろしくお願いします。ここからはですね、ちょっと趣向を変えまして、事前に皆様に送っていただいた、ショートストーリーの、コンクールコンテストを行いたいと思っております。あ、そうか、タイトルコール手探り部活動のショートストーリーコンテスト。はい、ですね、事前に募集をかけましたところ、数百、数十通の応募がありまして、厳密に言いますと150ぐらいですけれども、ありがとうございます。あのもう本当ね、読むのだけで半日かかりまして、すごい面白いのたくさんあったんですけども、残念ながら面白いのに限って権利ものが多いということで、今残ってる作品が4本なんですけれども、それは全て、プロデューサー陣の、検閲を受けた、外に出しても大丈夫なものばかりとなっております。厳選された4本になっておりますので、お楽しみにいただきたいと思います。でですね、その4本の中から今からあの実際に上演していただくんですけれども、皆様のリアクションを受けまして、1本グランプリを決めたいなと思っております。ちなみに昼の部のグランプリは、小春がなんかモテモテになってみんな男子化してなんか取り合われるみたいなストーリーでした。ハミルトンさんという方のね、グランプリにさせていただきました。夜の部でもね、1本選びたいと思っております。見事グランプリに選ばれますと、バップさんの方からご自宅に何かしらの記念品が贈られることになっておりますので、お楽しみにしていてください。それではキャストの皆さん、お願いします。なんだろう、この不協和音、不愉快な不協和音。さあ、ちゃんとキャラになる時間ですよ。いつでもキャラだもん。私もそうだ、あのね、葵さんね、いつも通りまんまなんだよね。はーい。あー、きれい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 。やばい。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ早速1本目いきたいと思います。はい、エントリーナンバー1番、手探りネーム木のぼりさんからいただきました。小春宅訪問。ここが私の部屋です。見渡す限りピンク色、私どこにいるかわかんないね。小春、何これ、山積みの全部少女漫画と乙女ゲーム。いや、葵先輩、どこに何があるかわからなくなっちゃうから勝手にいじらないでください。あら、写真立てのイケメン君、将来いい年収稼ぎそうね。小春と二人で写ってる写真の人、もしかして彼氏？違いますよ、それは二つ上のいとこです。仲良さそう。いとこでもいとこいし。葵先輩、私の部屋でまでダジャレ披露しなくていいですから。なんかさ、あまりに自然で気づかなかったけど、部屋中イケメンポスターが張り巡されてばいたね。そうですよ。こっちが本当の彼氏たちです。右から貞治、茂雄、常雄、正一。30代くらいの方が聞いたことある名前多いわね。小春、このイケメンたちは何のゲームに出てるの？はい、昭和黄金期プロ野球恋愛シミュレーションです。みんなオリジナル選手の特徴をよく捉えていてキュンキュンしますよ。小春、ストライクゾーンが広すぎる。ありがとうございました。いかがでしたか、小春の家は。なんだか何言うとるか。そうですよね、はい、貞治、茂雄あたりは私たちくらいじゃない、ちゃんと分かる。常雄と正一は分かんない。あ、私も正一は、貞治、茂雄は知ってますけど、常雄、正一が誰ですか。常雄、正一、そう、両方ともね、ピッチャーです。ピッチャー、はい、ピッチャー、ピッチャー、ピ
ちゃったキャッチャー、そう、キャッチャー、あ、キャッチャー、ちょっとちょっと大丈夫ですか。大丈夫です。そんな話が1本目でした。はい、今のところグランプリ候補です。本しかやってないんですね。これつまんないのからやってく方式なのね。ちょっともうちょっとオブラートに包んでもらえるかな。なんかあんま引っかかってこなかった。佐藤さん、つまんねえ、つまんねえ、つまんねえ。ちょっとちょっとちょっと、おっと、みんなから来たぞ。行こうぜ。ね、じゃあ2本目に行きたいと思います。はい。手探りネーム年収5万さんからいただきました。少な、少ない、養ってくれ。はい、タイトル昔のパティーン。最近のアニメは入学したり転校してきてもいきなり友達ができてみんな仲良しってパターンが多いよね。昔の漫画だったらまず喧嘩ですよね。俺は今日転校してきた、炎燃える生徒諸君、俺は3日でこの学校を閉める。なぜか権力に対する執着がものすごい。そしたら教室の後ろの方に座ってる番長が、ドロン転校生、なかなか面白いことを言うのってなるんだよね。今の番長なの。ああそうだね。でそれで子分みたいなやつが、おやびん、あいつやっちまいましょうよ、足がやっちまってもいいんですよ、そうみたいになるんだけど、でも一発で主人公にぶっ飛ばされちゃう。よっかませ犬で、それを見た番長が、少しは楽しませてくれそうなやつが現れたみたいじゃのうって重たい腰を上げるんですよね、小悪さ。それでなんだかんだってとうとう決闘することになるのよね。夕日に照らされた河原でぶつかり合う二人、とうとう二人とも力尽きて倒れ息を切らせながら、転校生なかなかやるの。お前の方こそあのパンチ効いたぜなんて和解するの。拳で語り合うパティン。じゃあこの部で言うと新入生の小春が私たち先輩を次々に戦っていくパティンかしら。ほら来いよ来いよ来いよ。私そんな武闘派キャラじゃないです。ありがとうございました。はい、いかがでしたか。うん、よくまとまってると思う。上からだなあれです、皆さん の演技の引き出しを試すコーナーじゃないんですよ、ここ。そうです、なんか皆さん何かしらの役を演じられてて、うん、ね、そうですね、やってて楽しいけどね。うん、でもあんまり振らないでほしいわね。そっか、一番酷使してたもんね。そう、もうだんだん分かんなくなってきて12話あたりになってくると確かに回を増すごとに増えてくっていう負担が、うん、そうですね。いや、だからそれで一緒なんだからね。そんなこともありましたね。具合性にしてほしいね。すみません、いい思い出ですね。まとめた。いい思い出ですね。じゃあもうサクサクいっちゃっていいですか。はい、3本目。はい、エントリーナンバー3番、手探りネームホウスケさんからいただきました。新しいアニメを考えてみよう。今度知ってる人がアニメを作るらしいんだけど、設定から何から全く決まってないんだって。アニメを作れる人がお知り合いなんてすごいですね。ちなみに監督は石立光太郎っていう人みたいね。新しいか、新しいですよきっと。でそのアニメの設定を私たちが決めていいんだって。本当ですか。じゃあ、あ、ちなみにイケメンだらけでとかはなしね。なんでも決まってないんだったらイケメンだらけでもいいじゃないですか。どうしちゃったんだろう、どうしちゃったんだろう。なんてどうですか。タイトルは渋谷レンジャー。あ、それはギリギリ大丈夫なのかな。ちょっと保留にしておこう。他は、私も変身ものになっちゃうんですけど、
主人公が戦車に変身するっていうのはどうですか？あったわね。あったね。あったってか、ファンタジックだけど、でもそれもね、ひとまず保留。ヒーナは？そうね、どうせ何を作っても全部一緒なんだから、妖精たちがダラダラ話しているアニメでいいんじゃないかしら。いや、ちょっと、いやいやいや、同じダラダラ話すのでもそこはやっぱりロボットでしょ。ストップ！ストップ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 ！それはどっちも似たようなものがあるからボツ。じゃあどんな設定がいいかな。あ、そうだ、せっかく私たちがアニメの設定を作れるんですから、私たちをモデルにしてもらいましょうよ。それだ。で、せっかくだから私たちの素も見せられるようにラジオも一緒に作ってもらおう。賛成。これぐらい決めてあげればきっと石立さんっていう人もあとは広げてくれるわね。これが手探れ部活者の誕生秘話である。ありがとうございました。いかがですか？これは許可が出たんだ。そうですね、これはね、プロデューサー陣もうっかりスルーした台本になりますね。うっかり、だって量が多かったって言ってましたもんね。まあ、誕生日はあながち間違ってもないですけど。そうなんですか？ね、もうこの人たちでね、作りたいなと思ってこの作品になったっていう、皆さんをね、ぜひ起用したいなというところから。ひな先輩、ひな先輩、ひな先輩。いや、私本当騙されて普通のアニメだと思って受けたからね。なんとも言えない気持ちだね。でもそれは一緒です、普通のアニメだと思ってました。いい思い出ですね。またまとめたよ、またまとめた。では続いて最後の作品になります。エントリーナンバー4番、手探りネームミカエルさんからいただきました。タイトル、ドンチキ太郎。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。そしておばあさんが川へ洗濯に行くと、川の上流からくたパンに包まれた赤ん坊がどんちきどんちきと流れてきたのです。おじいさんとおばあさんはその子供にどんちき太郎という名前をつけて育てました。おじいさん、おばあさん、僕は最近悪さをしているモブ鬼を懲らしめるためにモブヶ島に行ってくるよ。モブヶ島に旅に出たトンチキ太郎は途中、犬、猿、キジを仲間にしました。そこのお犬さん、焼きそばパンをあげるから仲間にならない？いいけど、焼きそばパンなの？ケチくさいな。そこのお猿さん、クタパンをあげるから仲間にならない？クタパン！あそこのキジさん、現金をあげるから仲間にならない？1、2、これだけしかないの？まあ、あなた見た目はまあまあだからついてってあげるわ。こうして、犬、猿、キジを仲間にしたドンチキ太郎はついに、モブガ島に乗り込んだのです。お前たちが最近村で悪さをしているモブ鬼か、覚悟しろ。あなたたちだけで何ができるっていうの？見せてもらおうじゃない。見せてやる、これが僕たちの力だ。せーの、ドンチキ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 。それが一体なんだって。ドンチキ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 。モブ鬼と分かり合えたドンチキ太郎は後世まで語り継がれる存在となったのです。っていう夢を見たんですよ。
ありがとうございました。ねえ、夢落ちこれ必要あったんですかね。本当これ一番楽しい。そうですね、楽しかった ね, ね、贅沢に生のドラムの本当そう上手にさせていただいてね。そう、うん、あのどうですか、4本振り返って。絶対最後のミカエルさんがドンチキしたかっただけでしょ。そうだね、助けたい。でもこの人他のも送ってて、うん、他のは全然つまんなかったのに、それだけ面白かったのよ。いや、もうあれですね、絶対あの見て盛り上がりを見てニヤッとしてますね。出会ってますね、これ。本当だね、見返りのバカ野郎。思い通りに動いてしまったわ。やられた。皆さん、脚本を書く人の気持ち分かってもらいました。さあ、優勝作品決めてください。どうしますか。どうします。ドンチキ太郎じゃない。それしかもはや印象にない。そう、印象にないの。ドンチキ太郎、そう、うん、いいですか。ドンチキ太郎、やっぱじゃあドンチキで。じゃあ夜の部グランプリは手探りネームミカエルさん、ドンチキ太郎に決定いたしました。ありがとうございます。おめでとう。おめでとうございます。はい、ミカエルさんにはバップさんから何かが贈られます。なんだろう。在庫処分じゃない。はい、以上、ショートストーリーコンテストでした。シャー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 。お、まさか。あったあったってよかった。まさかありますよ。つまんないな。昼の部は私が忘れたからね、楽屋に。忘れましたね。教えてたね。よいしょ。はい、大丈夫みんな。帰らない。あのね、うん、そろそろお胸の、お胸じゃない。お胸がどうした。お胸がどうした。お胸なんだい、なんだい。そろそろお眠の時間になってきたぜ。ようとしたらテレコになっちゃった。お胸がどうかしちゃったのかと思いました。お胸があるのかと思っちゃった。そろそろお眠になってきた。あ、でもわかる、この照明がね、あったかいのが当たってくるとね、うん、そうですね、うん、そうね。でもでもね、眠いかもしんないけども、うん、今からは盛り上がっていくコーナーですよ。うん、はい、最後のコーナーはお待ちかねのこちらです。新しい〇〇部を考えてみよう。はい、イエーイイエーイイエーイ。てらってらー。はい、はい、なんかね、すごい久々だね。そうですね、いや、まあ、今さっきもやりましたけどね。あー、おい、言うな言うな。そうやね、さっき勘を取り戻してきたばっかり。あ、そうだね。そうそうそう、なんかなんか、そうそう、その点に関しては温まってきてるから。そうですね。でもまあ、ニコ生があるからあんま下手なことは言えないけど。そうなんですよ。怖いの、本当にこれが。怖い、一番。そうだ、そうね、さっき昼の部のテーマはね、もっと新しい野球部、野球部だったんですね。うん、あ、よ、違う、夜が野球部で、昼はネタバレしてネタバレ、ネタバレしてわー、あー、ここに書いてあるのも。昼は相撲部よ。ネタバレした。夜の部ね、夜の部。はいはい、夜の部のテーマ。ごめん、昼は相撲部だったの。そうなんですね。そう、相撲部、はい、相撲です。で、夜やるのはなんと。おその言葉は何ですか。もっと新しい野球部。どっしゃー。みんな優しい。ありがとう。はい、1話でね、初期の1話、はい、そこで新しい野球部テーマにしたんだけれども、やったんですね。やったやった、覚えてないでしょ。うん、あ、ほら。うん、ほら、やりましたっけ。やったよ。なんだその顔。でもね、やっぱりみんな、覚えてないとか、はい、あと本当のその1話ってことで、慣れてなかったんだよね。慣れてなかったね。そう、で、オンエアでもまだ尺が短かったから、はい、あえてね、夜の部最後にやってみようかと思って。2度って。なるほど。そうそうそう、みんな、2度目なんだけれども。野球部ってどんなイメージ。必死ポーズ。
いやー、葵先輩、1話の時より口が悪くなってますよ。めっちゃやりにくい。急にキャラになるもんね。だって台本あるんだもん。ここだけ台本やりにくい。ここだけそうだよね、やりにくいですよ、うん、さらっと流しましょう、流しましょう、うん、はい、これ端の上塗りをまたするってことよね、同じもの使ってひーな、お願い。ね、手元に野球部のあるあるリストがあるんだけれども、取れない球も飛びつく。なるほど、取りに行くんですね、頑張って。そう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 、 あと、坊主じゃないチームに負けると悔しい。あ、ファッション重視のやつかな。なるほど。強豪校の場合、ロゴ入りのエナメルバッグを持ってるだけで優越感。知らないわ。あと、監督の帰れは本当に帰っちゃダメ。なんでですか、なんでですか、なんでですか。監督が、まあ、お前らなんか本当にもう下手くそすぎてダメだ、帰れとかって言われても、はい、あのみんな空気を読んで、あの自主練をちゃんとしなきゃいけない。そうなんですね、私多分絶対反発して帰っちゃう。やったー、昼寝します。だって帰れって言ったんだもん。ダメだダメだ、クソガキだ私。あと他にも、ピッチャーじゃないのにキャッチボールで変化球を試しちゃう。危ない。陸上部よりも走ってる。あらまあ、監督のモノマネが流行する。楽しそう。あるある。あと相手チームのマネージャーと自分のチームのマネージャーを比べちゃう。ひどい。ひどいね。ひどい。そういうことですか。多分。え、女の子ってことですよね。女の子。うちのが美人だとか向こうのが美人だってことですか。かな。なるほどね。ノック中の鳥の影にビビる。ノック中の鳥の影。これ私さっき聞いたんだけど、なんかあのノックだとどこに飛んでくるか分かんないんだよね。でそれで待ってるんだけど、鳥の影がこうシュンってなるとボールかと思ってハッってなっちゃうんだって。なるほど。鳥が制空飛行してくれるってことですか。うん、違う。あの上空に飛んでる鳥の影です。そう、それの影。なるほどなるほど。影遊びみたいな感じですね。そう、影遊びみたいな。なるほど。代打に起用されたがしょうもない内野ゴロを打ってしまった場合、せめてものベンチへのアピールとしてヘッドスライディングする。痛そう、痛そう。大変だ。ねえ、ハゲになりに行くってことですね。いや、元から若干もうハゲてますやん。ああ、そうね、ポーズだから。ひどい。だって毛あるかもしんないじゃん、短いけど。そんな感じみたいな。そんな感じ。とりあえずなんか球は必死こいて追っかけるんですね。そうですね。なるほど。すごいざっくりしたまとめで終わっちゃったけど大丈夫かな。じゃあ、野球部のイメージを共有したところで、もっと新しい野球部考えてみよう。では誰か、誰か、誰か。なんで昼の部もそうだったけども、お前はそんな顔するんじゃない。アイドルだよ。アイドルでしょ。アイドルでしょ。アイドルですよね。アイドルです。他のメンバーに言いつけるぞ。その点に関しては他のメンバーが私よりクレイジーなんで大丈夫です。そうだった、カリちゃんが一番しっかりしてた。カリちゃんじゃない、青い青い。はい、じゃあ他、あ、他じゃないよ、誰か。誰か。やっぱ部長が先陣切るのが、ゆう先輩のもっと新しい野球部。ハンカチ王子の影響でみんなキャラをつけようと必死だ。例えば、あ、なんかこうマフラー巻いてみたり。あ、ずっと。はい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 。しりかけ王子。しりかけ王子、うん、あの、どういう、どういう。ずっとお尻ポリポリ書いてるの。なんで。何か打つふりして書いちゃうみたいな。フェイントですか。しかもバッターなんだ。ピッチャーじゃないんだ。あ、そっか、投げる人か。投げる人、投げる人。じゃあ投げる人。こう投げた後、やるとかもあるかもしれない。なるほどね。そういうの。へー。だ、いける、いける、こんな感じ。まあ、新しい。まあまあ、新しい。また新しいですね。じゃあ、他誰か。それに、お、ちょっと、ちょっと近いのがあって。あ、本当ですか。じゃあ、もぶこちゃんの新しい野球部。はい。審判がナルシストだ。あれ、待って待って。どんな感じ。どうなる、どうなるんだ。だから、だから、あの、こう、ストライクが来たら、ストライク。あ、いちいちなんかこう、うざったい感じですね。ナルシキャラ的なんですか。みたいな感じですよ。
あれ、うん、なんかもう害ですね、なんかもう、うん、まず集中できなくなっちゃう、うんうん、そうどっかにいそう、そう、え、次行きますか流した流されたちょっとか待って、後でもっとね、面白いのを言って、じゃあそうでしょ、あー、そうだそうだ、やだはい、じゃあ他誰か、はい、お、じゃあ、はい、葵の新しい野球部、キャッチャーが素手でボールを受けるこれが本当のみっともない、みっともない、あ、おお、うまい、すごい、うまい、すごい、でも素手って痛そうですね、うん、あのね、そういうものじゃないのよ、くねえら、くねえら、ずっとつボケ潰しやがって、本当にそうなんだもん、摩擦熱だよ、どういうことどういうことえ、なんかこうパッて来てボールが手の中でシュ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 って回転するんですよね、別にダジャレ言いたいからリアルはどうでもいいんだよそうそうそう、みっともないですね、わかりました、みっともない、逆ギレするなみっともないですね、前の吹奏楽を思い出したわ、ガクはどこ行ったんですかガクはどうでもいいんだよ、懐かしいですね、懐かしいじゃあ他誰か、じゃあ行くわ、お、じゃあ、ヒーナの新しい野球部、選手全員にそれぞれケツがあって試合中ちょっとずつ人数が減っていく、なんだって、おスケジュールがなかなか合わないのよ、手さんみたいに、あ、俺14時に帰らないとみたいな、あ、そう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 、もうちょっと15時に出ないと間に合わないね、次がっつって、どんどん出てくる、あの大人の感じ、逆に途中から入ってきたりもするんですかね、あー、あるかもね、駆けつけ、これ多分私たちにしか分かってない業界用語分かってないけど、そうだわあー、なるほどね、うん、そうだわ、ヒーナはそういうなんかあれだね、大人っぽい大喜利出してくる人だったそうですね、大人大喜利、大人大喜利、たまに誰にも気づかれないまま、うん、ケツ書かれたりするけどねあと叩いたりケツ書かれたり、ケツ書かれたり、ケツ書いちゃったり、ボリ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 これオンエア乗ったやつだっけボリボリって、え、乗った、乗った、乗ったわ、あれ乗りました、乗ったんだ、ボリ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 、あれ乗ったっけ、あ、乗ってた、乗ってた、それさえも忘れてる私たちそうね、自己満でしかないですね、だったね、曖昧だ、はい、じゃあじゃあ次誰か、あれ次私でしたっけ、あなたです、はい、じゃあ小春の新しい野球部、盗塁、盗塁、盗塁するとき見ている女子のハートまで盗んじゃうあ、なんで、なんで笑うんですか、笑っちゃった、なんで笑うんですか、ついつい笑っちゃった、あのとにかくかっこいいんですよ、走り方とか、まあ、もちろんその人の見た目であったりとか、うん、カキンって打つ姿とか、うん、なんか見てる前になんか発する言葉とか、ねえねえ、盗塁の意味分かってる、絶対分かってない、今打つって言ったわよね、投げる方ですよね、うん、投げる方ですよね、なんか違う違う違う、だってこっちでも事故ってるけど違うの、なんか盗む塁って書いてありますね、あの盗塁っていうのはなんか白いとこから白いとこに全員って行く人のことよ、一塁から二塁へ、あ、そうなんですか、そう、ピッチャーの隙をついて、あ、なんかヒーって言って、はい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 、シュッていく、そう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 、あ、それの課金が大バージョン、課金が大バージョン、課金が、はいはいはい、課金が大バージョン、あれです、ずるい人ですね、そう、ずるい人、うん、あ、そうそう、そう、ずるい人なの、ずるい人、へー、チームからするとすごいイラつくタイプの、なんか全然野球のルールがなんか微妙、なんか野球のアニメとか見てたんですけど、多分相当何も分からず見てたのと盗塁ってそういうことか、勉強になりました、あ、それじゃあ石立さんからもらったネタだったのね、そう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 ですね、これはそういうことですねなんかなんでどやどや、うまく言えなくてすいません、なんかネタつぶし、ネタつぶしじゃあこれでちょっとね、野球部のことを知識をそうですね、高めてもらえたら、とにかくかっこいいんですよ、そうやね、はい、かっこいいですじゃあじゃあ次誰かいる、誰か、シーン、あ、さっきより面白いネタ、もっと面白いやつですね、では、来るぞ来るぞ、モブ子の新しい野球部、
9対9でみんなモブコあ、笑って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 みんな笑ってあの、点数が9点9、9点、モブコ18人いるからちょうどチーム分けができるってことじゃない？そうなの、そうなの、9人ずつ分けて試合ができるからっていう、野球が9人、あ、そう、モブコちゃんたちだけで、モブ族だけで試合ができるってことですか？そうそうそう、あ、なるほどね、なるほど、うん、すごいね、なんかモブコちゃんの親は幸せ者だね、うん、確かに、だってで、勝手に遊んでくれる、ね、そういう大人の都合的なねえ、なんかいいですね、でも審判困っちゃうなっていう、あー、じゃあ先ほどのナルシストの審判をあ、そうだ、お呼びになって全部キャラ付けしていけばいいんだよ、うん、あ、おー、なるほど、うん、どういうことですかおやはい、以上モブコの天然でしたあは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 あじゃあ他でなんか疲れますね、うん、なんかわかんない、私が普段疲れさせる方のはずなのに、うん、なんかドッときてる、あーわかる、そうそう、私そう私うそ、ん、でもなんか新しいいじりの対象ができたことで、新しい、そう新しい、確かにだって私がグイって言えばいけちゃったんですから、そう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 びっくりです、衝撃です、うん、すごいね、カースト制度の一番下がまた生まれたわね、やだやだ、もう帰るあ、ダメです、帰っちゃダメですよ、頑張ろう、頑張ろう、頑張って生きていこう面白いおもちゃ見つけたあー、先輩がドイツだドイツがある、はい、じゃあじゃあ次、じゃあはい、お、ゆうは、おもろいの、おもろいの、おもろいかな、多分男の人はおもろいかな、おどういうこといきます、私の新しい野球部、カウントが2ボールになるとみんなニヤニヤしちゃう私もニヤニヤするやつ、ニヤニヤするやつや、これ9ボール言うてな、9ボール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 、ちょっとタクシーに呼んでもらってモブコはまあいいとして、アケさん、この子2ボールだって、ヒーナはね、心の中でニヤニヤしてる、そう、内心喜んでるんですよ、めっちゃ、そう、そうだろ、誰よりもニヤニヤしてるから、喜んでるんですよね、今日夜時間あるわよね、ない、呼び出しですよ、いや先輩、ないない、明日までね、うん、あ、じゃあ泊まるね、家、あ、やだあれしてあれでさっと身を引くはい、じゃあ誰かほか、はい、お、お、お、小春、積極的、キラキラ、あ、え、キラキラ、キラキラかもしんないです、 お、じゃあ小春の新しい野球部、イケメンは坊主にしなくても OK です、はい、先ほども少しありましたけどもね、まあやっぱり坊主にすることによってなんかバランスが悪くなってしまうこともあると思うんです、絶壁とかね、絶壁、うん、あ、もう今頭がボッコーなってるね頭がボッコーなってるね、あ、そう、頭がね、あ、私、頭の形すごい綺麗なんです、知らんじゃん知らんじゃん、私、坊主にしたら結構イケメンかもしれない、じゃあ坊主にしろよ坊主にしろよしないんですけどもね、そうだからね、そのイケメン様はね、まあ、坊主にしなくても OK ということでね、うん、結構ほら漫画とかでも坊主率低かったりするじゃないですか、あ、私逆に反対の方がいいと思う、イケメンは坊主にするっていう、そうなんですか、そしたら平等でしょ、いろいろそういうことかなるのかイケメン率を下げるってこと下げていこう、ひどいいやでもね、ちょっとそういうのを推奨していきたいななんて、なるほど、そうそう、ごめん、なんかさっき言われてからずっと頭の形見てるわ、小春のあのこれはですね、うん、うつ伏せで寝ているからなんです、そうなの、仰向けで寝るとずっと頭が潰れるから、後頭部が潰れてしまうんですけども、うつ伏せで寝てるから逆に私はおでこが潰れているかもしれない、別に頭の形を詳しく知りたいわけじゃないんですよ、知らんから、すげー、知らんから、なんかすげーリアルなアドバイスいただいてしまったうつぶれしまーすって、でもうつぶせで出ると胸が潰れるだからわかったわかった、じゃあみんなでこう横に寝ましょうそれが正しい、横で
何も犠牲にならないそうですね、そうしましょう。そうだね。ね、なんで私たちこんなに頭に割いてんの時間も本当だね、頭の形なんてどうでもいいんだよ。あ、じゃあ次行きましょう、次行きましょう、新しい野球部、誰か誰か、はい、お、お、今、はい、ちょっと誰、ほい、はい、あ、お、じゃあ、葵の新しい野球部、なぜか毎年1回戦はどっちかのベンチに生くじが大量発生してるなんでなんで生くじどういうことだ、梅雨が明けたばっかりじゃないですかって書いてある、どういうことって書いてある梅雨明けだから完全に自分で考えたやつじゃないじゃん、自分で考えましたよ。え、梅雨が明けたばっかりじゃないですかってどういうことですか、梅雨が明けたばっかりってこと。あ、そう、梅雨、梅雨ってあのなんかめんつゆみたいな感じで、梅雨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 、どういうこと、梅雨が明けたばっかり、梅雨が明けるとなめくじが発生するのかも、ジメジメしてるからですかね。そう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 、でもなめくじも可愛いじゃないですか。ベンチって一段下がってて風通し悪そうだし試合どころじゃないですよね、だってだって、何だって言うな、伝聞、伝聞じゃない監督ありがとう言っちゃったしだって、なんかよくわからん。そうだね、よくわかんないから、思んないからね、次行っちゃおうかおっとこれ私のせいじゃない、監督のせい。そうだね、監督が悪い、思んない、面白いのよろしくって言ったのに、残念。じゃあ次、はい、次、どうしよう、私ね、これね、昼の部にやるもんだと思って結構きついネタばっかり書いてきちゃったのよ。いいよ、あ、いや、いいの、いいのかわかんないなんだ、じゃあ、ひーなの新しい野球部、野球の練習より可愛がりの方がきつくて野球ができなくなるほら、あの高校野球とか出れなくなっちゃうからね次行こう、やばい、やばい、やばいやつなんですね、やばいやつ、やばいやつなんだ、空気読め、次行きましょう、ちょっと何も聞こえてない、そうそうそう、うん、あ、次行こう、そう、あの、洗い流すやつなんかないですか、洗い流すやつ、他なんかない、うん、あ、他、あの、これもね、ちょっとね、人によっては不快になるかもしれないけど、大丈夫かしら、大丈夫かしら、大丈夫だよ、大丈夫かな、野球のバットは振らないけど、おにぎりを作るために人生を棒に振ろうとする何おにぎり作るんですか、なんだ、どういうこと、おにぎり作るためにもね、わかんない、今年甲子園見てなかったでしょ、見てなかったです、あ、え、やばいやつですか、いや、全然やばくないよ、やばくない、すごい素敵な青春のお話だよ、あ、なるほど、そうよ、そうよ、あの、青春のために特進クラスから普通クラスに、そう、おにぎりを作るために、なるほど、選手たちのために頑張った素敵な女の子がいるんですよ、へぇ、ね、塩結びがいいな自分で作れや食っとけ食っとけはい、他はもうちょっとヒーナはいいわ、当分、え、いいのいいのいいの、大丈夫、いいの、なんか他ある、まだ面白いの、面白い、あの、あんまり、あの、黒いのばかり、あ、黒いのばかり、じゃあちょっとあの緩和させよ、うん、緩和、なんか素敵なあれで、ね、うん、じゃあ上社も行く、素敵そう、マブコ、素敵そう、じゃあマブコの新しい野球部、漫画で勉強する、え、終わり？そうだから、こう説明とかあるじゃないですか、こうこのポジションがこうこうこうっていうのが、うん、全部こう、キャラクター名だったりとか、何々くんがこうこうこうだからこうこうこうみたいな、あー、なんでー？なるほど、じゃあ、同じ漫画を読んでる人同士だと何か通じ合うわけですね、あー、なるほど、それね、それね、あれね、みたいな、そうそうそう、そう、漫画読めば野球がわかるよっていう、なんかオフィシャルの本読んだらいいじゃないかな、漫画とかって読んでて、確かに、っていうか、それに、ここの端っこ同士の会話がわけわかんなすぎて目の前で言葉が行き交ってますもん、そう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 、あっちこっち、ちょっと見てみたいなって思っちゃった、しばらく二人きりにしますね、そうそうそうブスに今度閉じ込めてみましょうよやだ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 、もう閉じ込められたくないえ、なんでやなの、え、あ、お望みですか、閉じ込められたい感じですか、いや、なんかね、こうあるそうだった、なんかね、仲良くあ、なんだよ、この子は今話聞いてなかったやつ、いや、全然、たどたどしい今度は別のところでゆっくりお話ししましょう、あ、別じゃないところで、心配になっちゃいますね、心配になるし、なんかちょっと楽しみ、うん、モブコが未知数すぎて面白い、持ってますね、そうですね、結構ダメだった、この切り札残したまんま2期終わっちゃったね、そうですね、開けることなく、もったいないことしちゃったね、もったいない、もういいです、次行きましょう面白いおもちゃ見つけたその2、下の見すぎしない
けで、まあ、もぶこちゃんの新しいあのキャラクターというか性格を見つけたところで、はい、はい、新しい野球部は終わりとしましょう。はーい、はーい、以上。落ち？落ちたの？以上、新しい野球部考えてみようでした。さあ、ということで、早くも終わりの時間となってしまいました。最後にね、みんなから、一言ずつ、お願いしたいと思います。はい、もぶこから。はい、ですね、真面目に取り組んで、これからも真面目に取り組んでいくので、何を巻いてるんですか？そうそう、教えてください。違う、違う、あんまり何も考えてなくて、真面目に取り組んでいくので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、すごく楽しかったです。ありがとうございました。田中小春役の大橋彩香です。今日って雨降ってたんですか？なんでなんだろう。なんか私がイベントをやると必ず雨が降るんですよね。本当になんか皆様、道中ご迷惑をおかけしました。はい、ということで、夜の部も、もう終わりということで、なんだか夜の部もね、なんだかんだでなんかいろいろ言ってしまったなみたいな感じもするんですけれども、非常に楽しい時間を過ごせてよかったです。そうですね、私もあんまり何も考えてなかった。どうしよう。いや、今の今まで結構喋ったと思います。喋ったと思いますね。皆様、これからも引き続きふざぐれふざつものよろしくお願いします。本日はありがとうございました。素直、素直に言うこと聞いちゃった。はい、沖野かりんです。皆様、昼の部、そして夜の部、たくさんの方に集まっていただけて本当に嬉しかったです。私は渋谷公会堂から一歩出たらもうアイドルです。汚いことは言いません。本日ありがとうございました。はい、本当に前回の催し物ですら、なんでこんなに人が集まったんだろうって思っていたところから、まさかの2000人2回回し、そしてこんなにいっぱいのサイリウムと応援と、いただいて本当に嬉しかったです。そうですね、できれば今日の記憶は今日のうちに消去して、明日からまた元気に皆さん働いて、チャリンチャリン言わせていただければと思います。チャリンチャリンチャリン。はい、本日はありがとうございました。ニコ生もありがとう。はい、昼の部に引き続き夜の部も本当にたくさんの人たちが渋谷公会堂に、足元の悪い中、足元の悪い中、写真に写真。でも私も雨女なの。あ、本当ですか？そうなの。だから、あ、降っちゃったかって思いながら来た。私も雨女。おいおいおい、晴れはいないんですか？私晴れだったと思ったんだけど。打ち消されましたね。そうだね、3対1だから。あけさんは闇ですよ。闇や、あ、闇女だ、闇女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 、新特性だ、闇女。顔がもうダークだもん。前向いて、前、ちゃんと前向いて、こっち見ないで前向いて。怖い、怖い。あ、いや、私の挨拶なんだよ。無駄なこと言うからでしょ。はい、本当に皆様、手探れ部活ものをこう愛してくれて、放送が終わってから結構経つのに、こうやってたくさんの人がね集まってきてくれることが本当に奇跡だなと思います。私たち本当にここでしか見せないようなキャラクターで、本当だよ、本当だよ、本当だよ、本当ですよ。本当だよ、もう汚いことなんて外では言わないんだから。言わない、言わない。そう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 、そうだから、続けよう、はい、だから気にせず続けましょう。なのでね、こうやって自由に動き回れる楽しい作品って本当に貴重だと思いますので、皆様、手探り部活ものずっとずっと私たちと同じく愛していただけたら嬉しいなと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、
皆様、今日は本当にありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さようなら。ネタ潰すのやめてください。本当に言う前に出てくるって流れを昼にやったらもうすでに先に言っとくっていうね。本当にもうやめよ。びっくりしちゃった。はけた後そっとアンコール。早い早い早い。マジか。負けた。負けてしまった。悔しい。勝負ですねこれ。そうだね。はい、皆様、アンコールありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ちゃんとね、あのしっかりとアンコール用に1曲取っておいたので、ちゃんとしたやつをね、はい、取っといたんで。はい、とこの前にとこの前にここで重大なお知らせがあります。来たよ来たよ。イエーイ。いいかいいか。来たよ来たよ。分かってるかもしれませんがな。はいはい、行きますよ。みんな、いいか。土俵だぞ、土俵。あ、土俵だ、土俵。土俵だ、土俵。土俵。土俵だけに。あ、そう。はい、行きますよ。はい。おひむ。せーの。手探れ部活もの続編制作決定。土俵。わー、みんなすごい驚いてくれましたね。やっぱり、土俵の波が、土俵の波がね、あっち怖い。あれひ、ひなさん、闇のお姉さんが、ひなさん、闇女が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 本当に黒いものを怖い。いやー、ほんとねー、もぼこ逃げて。あー、闇だ、あの足があんなに真っ黒に。あー、闇だ、こんなに足が真っ黒。うわー。お前ら後で覚えてろよ。でも本当に何でやんだろう。まあね、続編ということで、はい、そう、あの、ただし3期とは言ってないって、これすごいなんか微妙な言い方でね、終わった後にそのツイッターとか見たんだけれども、うん、なんかそんなあれだよね、短編とかそういうんじゃなくて普通に続く続編でございます。おお。だがしかし、はい、メンバーがどうなるかは分からない。そう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 、一応なんか名前上は私たち出てるけれども。あ、そうなんですか。そうっていう、私たちは3年生だから卒業するかもしれないし、私は中退するかもしれない。私は星になるかもしれない。そうそう、あの光でなくなるかも。星になるかもしれない。ひどい。一番星になるかもしれない。ひどいよ。手探り部がもうモブコだらけになるかもしれない。じゃあ私が代わりにリボンつけて頑張ります。そしたら区別つくからいいよね。確かに。そうそうそう、まあどんな形になるのかっていうのが実際本当に私たちも分かりません。そうですね。そうそうそう。でも、あの手探り部というか手探り部活もののこのカラーというか雰囲気は変わらないようにね、はい、頑張って作っていくそうなので、皆様ぜひぜひお楽しみにお願いします。はい、せめてね、片身だけは残していきたいですね。テレビの中に。そうですね。そうだね。片身、あの回想シーンとかでちょっとワンシーン出してもらって、そこのギャラだけもらって帰るっていうのがいっぱい。ガヤとか一言二言でいいから。そう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 。なんか綺麗な一言二言言いたいですね。確かに。そうだね。はい。ひょんな感じよ。ひょんな感じよ。ひょんな感じ。ひょんな感じよ。いいぜ。はい、ということで、ということで、あれ、あれ、うちらの命のモニターが、命のカンペが、命のカンペが出てる。真っ黒だから見えない。真っ黒だ。見えないです。キーナ先輩の闇に染まってる。そう。闇色だ。これだ。あの最後に一曲取っといたやつだ。あ、そうね。違う。そうですわ。その前に、なんかね、もう一つ。ああ。もう一つ。どうしよう。土俵土俵、その前にもう一つお知らせがありますよ。忘れてたんこぶ。何ですか。せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアヘッペゴー。ペゴー。せーの。ハッピーバースデー
もそういうことなんです。そうよ、私もやってみたのかじゃないよ。びっくりした。なんかね、ふざけてる暇なかった、うん、ね、すごいでかいケーキですね、うん、あ、すごい、ちゃんとハッピーバースデーあやかって書いてある。そう、すごい、うれしい。いちごとブルーベリーと、あ、お、ハートのニップレス、うん。それでね、めでたい、ほらめでたい、ほらめでたい。食べさせてあげるのかと思ったらさ、食べてる自分で。それで、うん、私たちからも実はね、そう、そうなんです、プレゼントが、はい、うん、あります、あります。本当ですか。なんですか。よいしょ。あ、なに、すごい、かわいい、うん、かわいいラッピングですよ。そう、もうすぐ二十歳になるヘゴにみんなからのプレゼント、おめでとう、おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。そうなんです、来週二十歳になります。おめでとう、ありがとうございます。これは開ける、開けて、開けていいよ。一生懸命探したんだよね。そうそう、なんかヘゴに合うやつをっていうんで、みんなでちょっとね、リハとかの時にどうしようかねみたいな話とかもちょろちょろして、うん、そうそうそう、昨日買いに行ったっていうね、二人で、そう、嬉しい。今、開いた、開いたかな、開いた、なんか可愛い。おさあ、さあ開けて、みんなに見せてあげて。え、何これ、コグマのトンピーここ、ここ読んで。僕は森の音楽家、トントコ、ピッピー、リズムを刻むよ。あれ、あれか、なんか、なんかネジとか回すと、ピッピー、トントコ、ピッピー、あ、そうそう、トンピッピッピッピー、あの、炭酸電池入れてもらって、はい、で、あの、うん、ピッピッと鳴らしてもらって、うん、そうそう、あ、するとね、そう、あの、ドンチキドンチキ言うから、セッションができるの、うん、そうの、なるほど、素敵。私もドラムを叩いて、そう、この子にも叩いてもらって、そう、うん、だからもう家で思う存分ドンチキしてもらって。わかりました、うん、これで一人でも寂しくないですね。よかったね、ありがとうございます。おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。めでたい、はい。二十歳のプレゼントがそれ、結構なんか子供にあげる感じのプレゼント、ね、でも最初ね、あの生後6ヶ月とかのやつにしようかとかいろいろ迷ったのよね。そうそうそう、え、何を思ってそういうお子様用を買おうと思ったんですか。え、なんかあのおもちゃ屋さんに行きたくって、うん、ちょっとドラムっぽいのなんかないかなと思って、うん、あ、なるほど、そう、ドラムから始まったんですね。そう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 、家でドンチキできるものってなって、そうそう、で3ヶ月、6ヶ月、1歳とかちょっとずつ上がってって、うん、最終的に3歳ですね。そう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 、だいぶ、だいぶご成長なされてよかった、うん、ご成長なされてじゃあさ、小春なんかほら二十歳の抱負みたいなのある、うん、お、あ、二十歳になるんですけれども、きっと私は二十歳になっても何ら変わらないとは思います。精神的成長は見られないとは思うし、何も大人っぽくもならないし、見た目も何も変わらないんですけれども、まあより一層なんかこう自立心みたいな、なんて言うんだろう、なんか自立心、お前はもう大人なんだぞみたいなね、なニュースでも本名も出ちゃうし、ね、なんかこういろいろ前に進んでいかなきゃいけない年なわけです。え、犯罪するの？いや、しない、しない、しない、犯罪？もちろんしないですけど、まあ、そういう風にね、変わることもたくさんあるんだよっていうね、ことなんです。そういう風に変わるってどういうことですか？やだ、やだ、なんか自称声優、音社員か、ミュージアムか、ダメ、違う、それダメ、あかんやつです。あかんやつや、ホリプロさんに怒られろ。これからもね、まあ、清い心を持って、よりなんか声優としてもっと成長していきたいなって思いますので、皆さんこれからもね、20歳、21、22、23ってどんな私になってもちょっと応援してくださると嬉しいななんて思います。諦めないでね、はい、諦めないで、見捨てないでください。どんな私になっても見捨てないでください。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。
うまそうなケーキね、うまそう、ね、後で食べましょう。私たちあげたプレゼント下だけどあ、こちらもねね、トントコトントントコトンピー、トントコトンピー、トンピー、トンピーさせていただきますじゃあ後で食べましょう、このケーキ。そうだね、そうですね。ちょっといちごだけ食べよう。お嘘、後でボロボロに切ってやりましょう。あれ、いや、綺麗に切りましょう。綺麗に、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、なんで食べてるんですか。本当にいちごが思ったより酸っぱかった。ミケルめっちゃ酸っぱってる。これから歌うけど大丈夫、大丈夫。あ、歌うんですね。そう、唾液が逆にいっぱい出てきたから。あ、すごいいいよ、いいですね。パン絡まないように、絡まないように、はい、ジュルジュル言わないでねはい、というわけで、お待たせしましたアンコールのにとっておいた曲、うん、今から歌いたいと思います。お、はい、これあれだよ、最初に、歌ってた1個目の曲あったじゃん。はいはいはい。あれは、うん、もうすごいふざけてこうガニ股とかいっぱい使ってやってたけど、そうですね。次のちゃんとした方のは、うん、もうぶりっこで。ちゃんとしてます。ちゃんとぶりっこ、ちゃんとします。そう、ブリブリやって、はい、本業見せるんで。目は見せて見せて、もう楽しみです。うちもだね。あ、やばい大注目でお願いしますはい、ではそれではこれが本当に最後の曲になります。皆さん聴いてください。ちゃんとスタンドアップ、イエイ。さあ、昨日の自分にさよなら告げたら明日へ向けてゴー。一人で黄昏てどうしたの、そんな顔で過ごしてたら美人が台無し。意外とつまらないことかもよ。悩んでても時は止まってくれない。ならばこの胸の中に閉じ込めたモヤモヤ全て解き放って、今までの自分を変えよう。踏み出し勇気を持った手かなんて、変えないでさ、一度しかないこの瞬間を生きよう。みんな成立、みんな成立、スタンド。少しの勇気を持ってみたら、いつもの景色変わって見えてきたでしょう。でもね、なんでも作られた自分じゃなくて、生まれた時から持っている本当の君だよ。ほら笑ってみよう、笑ってみよう、手を繋いでみよう、繋いでみよう。それだけでいいんだよ。今の君は何でそのまま歩き続けて、ブラキルスワクル、みんな整列スタート。帰ってきた部長鈴木優愛、まさかの副部長佐藤ひな、二度の二年高橋葵、新入部員田中小春、十八人姉妹の園田桃子。キーコンガーコン、キーコンガーコン。風が流れる、この街も君のことをお祝いしてくれているよ。走っていこう、走っていこう、盛り上がっていこう。遠慮なんていらない、それがリアルな君だから。一かけ一つ、一かけ一つ、それが晴れ渡り、その瞬間にきっと未来が広がる。だからちゃんと立ち上がろう、みんな整列。Thank you.
ちゃんとぶりっこできた？ちゃんとスタンドアップしました。よかった。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、続編でまたお会いしましょう。せーの、ありがとうございました。ありがとうございました。